シーが君を朝から独り占め、ゲットシノシーが君のアピールも独り占め、ゲットシノシーが君の夜まで独り占め、ゲットシノシーに君の全てを委ねてくれないか、ゲットシーと揺れ。サナちゃん見てるくるぶしです。はい、どうもありがとうございます。くるちょもチャンネル東京いでくるぶしがあなたの夜を独り占めということで、今日は、ここ原宿、に来たわけなんですけど、今日は日付が9月2日、くんにの日ということで、チョモララテ42歳の誕生日おめでとうございます。あえて今年は僕ではあんまり何もしてないんですけど、チョモが誕生日の日に何かやってると僕もうずいちゃって、今日はですね、チョモに内緒でシークレット企画、題してラブアフェア秘密のデート作戦ずっとチョモちゃんからこの方がクルーちゃんに会いたがってるんだよっていうのを2年ぐらい言われてて、今日ね、そのワンマンライブで多分ご一緒する感じになると思うんですよ。でもそれなら、まあ、チョモが紹介してもらう前にね、2人で秘密のデートを、しようと思います。チョモちゃんも2人が会ってるのもね、この動画で知ると思いますんでご紹介したいと思います。福島県から誠さんです。いらっしゃいませ。新オブジェプシーライオンの誠です。チョモちゃんおめでとう。なんて言ったんですか今。新オブジェプシーライオンっていう名前で。新オブジェプシーライオン、はい、それどういう意味なんですか。まあまあフォローするライオンのことみたいな。はあ、かっこいい。俺もそれつけていいですか。いいよ、長くなっちゃう。ちなみに東京は何回目ぐらいなの？来るのが、はい、来るのはもうだいぶ来てます、ね、ライブとかもだいぶ来てるので。そうなんですね、はい、じゃあそんなに真新しいことはない。まあでも何回来てもこの原宿は苦手ですじゃあ今日はね、はい、そんなまあ、僕も言うてそんな来ないんですけど、2人でね、ちょっと秘密のデートをして秘密のデート、はい、初対面で。そうですね、そう、初対面で。本当さっき今動画出しますけど、はい、こんな感じで会いました、はい、どうぞはじめまして。どうもどうも。はじめまして。よろしく。ありがとうございます。芸能人に会いたい。じゃあ、今日は吉原行くやつではない。あ、行きたい。行かない。今日は。今度動画なしで行きましょう。それでは早速行きましょう。レディーゴー。くるくる。心強いです。ここの一人で歩かなくていいっていうのとてもまあちょっとレベル高いですよね。いや、もうね、どこの国なんだろうって思うどこの国なんだろう。馬が馬が叩いてる。あ、本当だ。これ今チョモちゃん昼にもライブやってて、ね、今間なんですよ。はいはいはい。リスナーにも見つからないようにしないとこの企画自体がバレちゃうんでね。誰かあれってそうじゃない。そうですよね。どんな人がタイプなんですか。どんな人がタイプ。女性ですよね。はい。なんかもう俺に優しい人なんすか、はい、過去の恋愛でいろいろあった感がありますけど大丈夫ですか。全然大丈夫ね、まあ結婚してますけど、はい、2回目。それってみんな知ってること。多分知ってるとは思いますけど、チョモちゃんファンは知らんかもしれないけどお互い2回目ですからね、今。そうですね、今の夫婦は。あ、そうなんですね、はい、でも何回してもいいじゃないですか。まあそう思いますよ。そのね、そんないやいや一緒にいる人もないと思うし。そうですよ、うん、じゃあ竹下通り来ましたね、つい。すげー。なんか、うん、基本的に原宿とか都心って、はい、プリクラがね、男同士で入れないんですよ。え、そうなの。女の子がいるか女の子同士じゃないと入れないんですよ。え、それは
区の条例とかで。いやもうなんか多分区の条例なんですかね。でもなんか調べたら入り口近くのプリクラ屋さんは取れる、はいはい、男子同士でも行けるって書いてあった。取りましょうよ。なんだっけな、ここだっけな。そんな記念になることない。ちょっと見に行ってみましょうか。はい、うわ、なんかもうお礼用に欲しい T シャツがいっぱいある。買いましょうよ、お揃いで買う。素敵。プリクラ機、プリクラ、なんかありそうだけど、ここあるあったと思うんですけど、どうだろう。ガチャガチャか。おい、ガチャの数もあんまりない。T シャツは大体欲しいですね。あー、もう似合いますよね、多分。欲しい、安い。なんでこんな安い。いくらですか。2枚で3500円とか。変態。変態ってあれですよね、英語だとエロアニメのことになるんですよね。へー、なるほどなるほど、うん、そっかそっか、外人さん向けなのか。そうそうそう、うまいな。変態。さっきの路上の人これかぶってるのか。ああ、そうかもしれないですね。近いとこでグッズを、ね、あ、プリクラ。待って、ここ入れるかな。ここ。すいません。男子二人はダメですか。大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。ちゃんと俺ダメなんですよ、小心者なんで。いや、せっかくだったら撮りましょう、撮りましょうね、最新式で撮りましょうよ。クルチョモチャンネル。小顔ポーズ。すげー、ちょっと可愛くなってる。頭をこっちに。なるほど。ぶりっこしよう。すげー。ハート。間に合ったか。じゃあ切りましょうか。また老眼なの。プリクラを切る孫さん、福島の皆さん見てますか。なかなかプリクラ切んないですから。じゃあこんな感じ。ざっくりやった。細かいところはあと自分で切ってもらって。はい、これシールなんだよね、全部。そうです、そうだよ、ね、楽しかった。イエーイ。ちょもちょも。ロックは好きなんですか。好きです、好きです。どういう音楽が好きですか。もともと X ジャパンだったんで。あ、そっちなんですね。好きだったのでね。はあ、はあ、はあ、X なんですね。そう、ヒデちゃん。ああ、そうなんですね。じゃあ原宿なんてもう X の街みたいなもんですからね。そうだよね。まあ、だから昔のビジュアル系も結構好きです。ああ、威嚇性街ですね、ほんと。同調していいのかよくわからない。そうだね。うわ、俺ここよく回転寿司、あの、もともとパスタ屋だったんですよ。パスタのビュッフェ。この間配信で、うん、ここのパスタよく行ってたからみんな行ってこいって言ったんですけど、はい、回転寿司だったんですね。目まぐるしい。こ
ここにあの、ラフォーレ、ラフォーレ原宿の下に、あ、知ってます、ここの下にクレープがあって、すいません、やってます？あー、ですか、クルチョモチャンネル。どうしよう、どうしよう、2つから2つから、あ、2個頼めばいいんですよね、はい、あ、OK です、これ。ギルガ、ギルガメッシュナイフ。エロ番組ですよ、テレビ。知らんと思う、知らんと思う。イージマイク。そう。何にしますか？まあ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。一番エロめなやつを。あ、じゃあそれで。まあ、じゃあ、どうしよう、たらこバターと。もう一個何があるんだろう、あの、すごい量少なくていいです。そう、量少ない小さめで梅塩昆布とか、何何梅塩昆布、あ、じゃあそれ、渋い、お渋い感じ、これ YouTuber、 あ、ま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 あ、そんなことないですよ、そんなこと、食べるの好きなんですか？もうちょっともうやめても本当になかなかクレープ食わないよ、食わないっすね、来てくださいね、一緒に食べに行きましょうよ、そこに今から飲み行く、飲み屋終わんないじゃないですか、じゃあえ、どんな方がタイプなんですか？全く怒んない、俺本当に怒んない、マジで信用できんの全然怒んないです、俺怒んないです、怒んないです、すごい、お、人生で怒ったことない、あ、なんすかこれ、タラコバターと、はい、梅塩昆布です、確認してみます、これこれ クレープじゃないですか、クレープじゃないですか、おにぎり、オッケー、逆に面白い、ありがとうございます、お任せ、お任せ、あ、これなんですか、クレープ、クレープ屋さんじゃないですか、渋いなと思って、渋いなと思ったんだよね、あ、ここに日本がちゃんとありますよ、これ食う方がレアだと思う、ちょっとじゃあ食べさせてもらって、ありがとうございます、おにぎりおにぎりでした、かわいらしい、何これ、これはこれはかわいらしいすごい、もう2人ともあのクレープの口になってます、クレープだから渋いと思ったんだよね、塩昆布みたいな、ね、なんか新しいなと思ったんですけど、お孫さんこれ何味ですか、塩昆布、あ、違う、梅、梅、梅塩昆布、梅塩昆布ですね、どうやって開けるのこれこれなんか開けた瞬間バーンとかなりそう、怖い、一番怖いパターン、どうやった、この炎天下の中塩分足りてないですかね、あ、そうですねいただきます、はい、いただきます、これもうめっちゃ食いづらいそうですよね、うんうんうん、あ、でも美味しいですどんな感じなんですか、その普通のおにぎりじゃないですか、普通、そう、そんなに握られてないよねこれあ、握られてない、こうエアリーな感じっていうか、うんうん、あ、でも美味しいへ、とろろ、とろろ、あ、とろろ昆布が入って、あー、いいっす、原宿のど真ん中でとろろ昆布食うことないですからね、たらこバターか明太バターか何かしらのいただきます、うまいっすけど今じゃないっすでも誰かしらに見られてそうですよね、ファンとか、どうだろうな、ごちそうさまでした、ごちそうさまです、ありがとうございます、めっちゃ美味しかったです、美味しかったっす、美味しかった、めっちゃありがとうありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、くるちょもチャンネル、そう、
誠さんとラブアフェア秘密のデート、お疲れ様でした。お疲れ様でした。最高です、最高です。ちょちゃん誕生日おめでとう。おめでとう。ついでにみたい。いや今日いっぱい言ってこうって言ってたのにすっかり忘れるの。今日は本当にありがとうございました。これからもね、はい、いい関係で、いい関係よろしくお願いします。これからもぜひ遊んでください。あ、ぜひぜひよろしくお願いします。福島に行った時はですね、ちょっと何ですか、デリヘルとか手貸してください。とりあえず雑誌だけ用意しておきます。夜の雑誌だけ。楽しみだな。ということで本日のゲスト、チョモちゃんのお友達まことさん、ザ・キング・オブ・ザ・シーレオンのまことさんでした。ありがとうございます。